どうもこんにちは、ラテハンです。当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているため、ぜひチャンネル登録をお願いします。本日の動画は2軍で成績を残し続けている村上選手についての動画になります。おん、まず岡田監督が村上選手について思っていることは次の通りです。村上は1軍経験がないんかな、でも2軍で一番勝ってるんかな、あの辺になんとか合ってるポジションを見つけていくというかな、なかなか面白いと思うけどな。先発だけじゃなしにブルペンにしてもボールの力的には面白いかもわからんな。先日まで行われていた秋季キャンプでは岡田監督の目に留まり、桐敷選手と同様に名前を挙げられていました。それでは村上選手のプロフィールと2年間を振り返ります。村上選手は高校時代から注目され、智弁学園高校時代の3年春の甲子園では47回を投げ、防御率 0.38 を記録し優勝しています。その後は東洋大学に進学し、3年春には6勝無敗、防御率 0.77 で大学日本代表に選出されました。ですが4年生の秋に腕の張りを訴え、肉離れで大学時代は終了しました。ドラフトでは上位指名の声も上がっていましたが、怪我を考慮されたのか5位という順位で阪神に指名されました。1年目となる2021年は1軍では2試合に登板し 5.1 回を投げ、0勝1敗、被安打9、被本塁打3、与え四球5、奪三振0、失点10、防御率 16.88、WHIP2.63 となっています。初登板となる西武戦では3回途中3四球5失点と結果は残せず、村上選手はイニングの先頭バッターに対して四球を出して、チームの良い流れを自分自身で止めてしまい、悔いの残る投球となりました。と反省し、矢野監督は、何が足りないかとか、何が通用するか分かって、また2軍に行けば、やることが見えてくる、と話していました。プロ初登板まで2軍では6試合で2勝1敗、防御率 2.25 を記録していましたが、1軍では結果を残せませんでした。その後、抹消されましたが2軍で投げ続け、最終的には17試合に登板し84回3分の2を投げ、10勝1敗、被安打73、被本塁打9、与え四球23、奪三振75、失点24、防御率 2.23 となっています。最優秀防御率、最多勝利、勝率第1位、優秀選手賞、優秀投手賞、新人賞、技能賞、ビッグホープ賞、期待賞の9冠を達成しました。そして2年目となる2022年は1軍での登板はありませんでした。2軍では17試合に登板し93回3分の1を投げ、7勝3敗、被安打85、被本塁打5、与え四球23、奪三振74、失点33、防御率 3.09 となっています。今季については2軍で結果を残し続けていますが、1軍の先発陣が安定していたのもあって1軍で投げる機会はありませんでした。2軍では最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振を記録しています。村上選手は今季について、ずっと2軍にいるから、そうなったということ、1軍に上がらないといけないので悔しい。と話しています。フェニックスでは19回を投げ、被安打10、失点2、奪三振12、与え四死球9、防御率 0.95、 奪三振率 5.68、 WHIP1.00 と圧巻のピッチングを披露しました。秋季キャンプでは直球の向上に取り組み、その中で新しい感覚と話すのは岡田監督が今週に投手陣に課した外角高めへ投じる意識、スピン量の増強が目的で、今まで低めにと言われてきた高めは強い球が行きやすいので、この感覚を持って次は低めに投げられるようにしていきたいと感覚を染み込ませていくと語っています。
村上選手は174センチメートルと小柄ながら最速149キロを投げます。コントロールが良く、2軍やフェニックスでは打たせて取るピッチングで抑えているため、本人はストレートでファールや空振りを取るのを目標としているかもしれません。そんな中、村上選手は来年の1月に青柳選手と自主トレを行うみたいです。青柳選手との自主トレについて、八木さんはキャッチボールから球が強いんで見習いたいですし、実はもっともっと求めていきたい、やっぱり空振り取れるまっすぐを投げたいんで、直球を磨くためオフにはウエイトトレにも取り組むみたいです。ファンの声は次の通りです。西純也、才木、森木に一歩出遅れた感じはあるが、村上や一平も決して劣っているわけではない。村上も一平も西純也にない特徴を作ってほしい。私はテレビで青柳の球については低めへのコントロールが抜群と見ていたが、村上は球の強さを感じているようだ。速さではなく強さと言い切るところに村上が目指す投球術があるのだろう。競争が激しいローテ入り争いで一歩先を行くライバルを追い抜いてほしい。平均140キロ前半のストレートでも活躍できるのは秋山や柳が証明してくれてますから、やはり村上選手の言う通りボールの強さであったり、キレを追い求めることが一軍で活躍する条件ですかね。頑張ってほしいです。以上となります。2軍ではある程度、実績を残している村上選手ですが、来季はもう3年目となります。大卒というのもあるので、そろそろ1軍で結果を残してもらいたいです。皆さんが村上選手について思うことをぜひコメントで教えてください。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントがモチベーションアップにつながっているため、そちらもよろしくお願いいたします。